はい、シリアカチャンネルでございます。本日のご紹介する商品はこちらになります。日清さんからね、出ております。日清の、ふわっととろっと関西風お好み焼き、豚玉ですね。お好み焼きの豚玉の、これ妖怪うちのね、豚玉になります。まあ前回ですね、たこ焼きですね、妖怪ウォッチたこ焼き、デビューさせてもらいまして、たこ焼きの方ですね、中も妖怪ウォッチのなんかデザインかなんか書いてるのかなと思ったら何も書いてなかったんですけどもね、ただですね、こちら、妖怪ウォッチシールコレクションプレゼントということで、ホログラムのシールが入っておりました、ウォッチのシールがね、入っておりまして、まあなかなかね、綺麗なシールでしたんでね、まあ、それもありかなということで、今回ですね、こちら。まあ、これね、ほんと一緒に買ったんですけどもね、たこ焼きとね、一緒に、まあ、二つ一緒に買って、まあ、どんなかなという形でね、今回ちょっとデビューさせてもらうことになりました。はい、まあ、まあ、見ていただいたらわかる通りですね、コマさんですか？コマさんとコマジロの絵がね、こちら書いておりますね。たこ焼きの時は確かね、ジバニャンとウィスパーぐらいしか書いてなかったんですけど、はい、こちらの方ですね、なんかこの妖怪ね、可愛い妖怪も書いております。でジバニャンと、ウィスパーが合体しておりますね、これね。映画でもね、合体してましたけどもね。こんな感じでね、合体して、お好み焼きを焼いております。はい。まあ、表紙はね、こんな感じで可愛いですね。裏もそう聞いてみましょうね。はい、裏ありましたらね、こちら作り方書いております。もう簡単です。もうね、中身にあるお好み焼きをそのままお皿に乗せて、電子レンジでね、加熱して、で、あとね、これは具がついてるんですね。これね、盛り付けると書いてますね。こちらは具がついてるんでしょうかね、これね。はい、たこ焼きの時にね、何も具が入ってなかったんで、もうそのままっていうことになってましてね。まあ一応家のあるね、ソースとかね、なんていうか、マヨネーズをつけてね、食べましたけども、まあ今回なんかついてるみたいですね。ソース、青さ、かつおがね、これで見た感じにね、なんか、ついてるのかな。ついてるかなこれね。はい。まあ中身ね、後でちょっと開けてみますけどもね。はい。こんな感じになっております。はい。これね、1枚だけです。入っております。1枚だけで235円だったかな。まあお好み焼きですからね。まあ値段的にはこんなもんでしょうね。たこ焼き10個でね、これ同じ値段ですんでね。まあどっちかっていうとなんかこっちの方が得かなっていう、お得感って言ったらね、こっちの方がいいなって感じですけども。あれね、結構ね、タコもね、結構大きなタコ入ってましたんでね。味も美味しかったのでね。まあ、ぜひ、おすすめ商品ということで、今回もですね、こちら、お好み焼きの方ですね。まあ、どんな、中身なのか、それともね、妖怪ウォッチのね、こちら、ホログラムね、何のカードが出てくるのかね、ちょっと楽しみということで、今回当ててみたいと思いますので、でね、またちょっと作ってね、お味の方もね、確認しますので、よろしくお願いします。ではですね、袋の方開けまして、お好みの方見てみます。こんな感じです。結構ね、形はね、いびつです。機械で作ったような感じじゃないですね。どちらかというとなんか手焼きで作ったような感じのね、お好みですね。この袋を取って、もうこのままレンジにね、入れれば、もうで完成しますのでね、後で入れたいと思います。それとなんとですね、こちら、まあ見ていただいたらわかると、今から取り出しますね。はい、ちゃんとついてます。ソース。青さ。これね、ちゃんと袋、妖怪ウォッチの袋です、これ。すごいですね、これ。メラライオンかな、これね。はい、ちゃんとね、袋入ってるんですね。こちらがジバニャンのシールです。じゃあ、シールっていうか、こちらね、ソースの、ちゃんと絵もこれ入ってるんですね、これ。すごいですね。中身までこうやってやってる、ちょっと初めてですね、妖怪ウォッチのね、なんかもう専用のソースと、青さ、できてまーす。すごいです。それとですね、あと、あれだったかな、カツオ。カツオはこれ普通のカツオですね、これね。ここまで妖怪ウォッチしてないんですね、カツオね。はい。これね。はい。あとですね、こちら、何が出るかな、ちょっと見てみましょうかね。せーの、はい。お、出ました。なんだこれ。キュービ。おー、キュービだ。前回オロチ出したんだね。今回ね、これキュービですね。おー、ビカビカしてる。ホログラムだ。すごい。キュービですね。なんか後ろ書いてますね、ニューシーのね。はい。こちらね、こんな感じになります。サイトのね、紹介、ウェブサイトのね、紹介になっております。キュービです。いいの出ましたね、これね。なんかキラキラして。なんか8種類ぐらいあるのかな、これ、シールね。全部で。まあ前回ね、8種類ぐらいあるとか言って、そのうちのね、おろしとキュービが出ましてね、なんかかっこいい系のね、シールが出て。まあ、中身ね、こんな感じになっております。全部でね。はい。はい、入ってる分がね、こうなりますのでね。じゃあですね、ちょっと
ね、作ってみましょう。こちらで作ってみるとか、まあ、レンジでしたらチンってしたら終わりですよね。はい、それではですね、こちら、溶解お好み。はい、作ってみたいと思いまーす。はい。はい、前回入ってました、たこ焼きに入ってましたね。こちら、おろしと、こちらがね、キュウリです。かっこいいですね、これね。はい、まあ、一応ね、紹介だけさせてもらいました。はい、もう、できましたのでね、ちょっと確認したいと思いまーす。できましたのでね、はい、まあ、こんな感じになります。はい、上がね、結構ね、豚玉ですね、これね。いい感じですね。はい、ではですね、ちょっとソースかけて、まあ、ちょっと仕上げてみたいと思います。はい、完成しました。どうですか？これも完璧にお好み焼きですね。すごいです。でね、まあ、ちょっとね、こうやってやる前に触ったんですけども、感触的に言いますと、もうかなりね、もうもちもちっとした感じの、お好みでした。もう熱々でね、美味しそうです。本当に匂いもね、すごくね、もう焼いた後のね、匂いがすごくお好みね、いい匂いしましたね。お好み焼きの焼けた匂いが、はい、しておりました。すごいです。はい。では早速ですね、ちょっとね、食べてみましょうね。どんな味するかちょっとね、食べてみます。まあ、こんだけね、もうソース、もうこれだけソースが入ってるんですよ、あれでね。はい、もう全部ね、一面濡れるぐらいのソースです。それとね、こちら、青さとね、青のりと、こちら、カツオもね、ついてますんでね、もうこんな感じで、もう完全にね、お好み焼きということで食べれますので、じゃあちょっとね、食べてみたいと思います。はい、じゃあちょっとね、柔らかいこれ。食べてみます。柔らかい柔らかい。すっごい柔らかいこれ。もうふわふわ。ふわふわです。じゃあこれね、ちょっといただきたいと思いますのでね。うわ。もう美味しいこれ。本当に美味しい。ふわふわで。うん。これなんか値打ちありますよ。本当に。美味しい。めっちゃ美味しい。はい。なんかね、こんな感じです。もう。もうなんか完全にもうキャベツがいっぱい入ってて、もうめっちゃ美味しいです、これ。ソースもね、まあ特製ソースなんか知らないですけど、もう美味しいですよ、これ。ええ。まあ味もね、ちょうどいいぐらいです。熱々でね、なんか本当にね、お好み焼き焼いた感じのお好みです。この、どっかのね、お店でね、なんかもう買ったような、まあ、なんかよく露店とか売ってるじゃないですか、お好みね。そこよりもこれ、確実に美味しいです。絶対美味しいです、これ。おすすめします。まあ、皆さんもしね、騙されたと思ってね、一度ちょっと作ってみてください、これ。本当に美味しいですから。ね、びっくりしました。これね、もう、たこ焼きとお好みどっちがいいかって言ったら、おそらくね、僕はね、もうこのお好み焼き、推薦します。美味しいです、これ。ぜひね、買ってね、食べてみてください。これもうかなり美味しいですよ。嘘だと思うなら一度ね、まあ、日清さんのね、肩を持つのもないですよ。本当はね、家で焼いて食べるお好みが一番美味しいですけど、もう本当にこれ美味しいですから、おすすめします。はい。というわけでですね、今回ですね、妖怪ウォッチのですね、日清、関西風ふわっととろっとお好み焼き、豚玉のね、レビューでした。はい、ありがとうございます。チャンネル登録の方ですね、またよろしくお願いします。妖怪ウォッチ関連のですね、商品とかね、こういったまあ、食品関係の分とかね、いろいろとレビューしていきますのでね、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、ちょっとね、追加映像です。豚がすごいです。豚が。ちょっとね、上げてみましょう。この豚のね、豚玉の豚がね、こんなに入ってるんですよ、豚。こんな感じで。普通こんなに入ってないでしょ、豚って。普通のお好み焼きの冷凍食品の豚ってね、こんなに多分入ってないはずです。すっごい豚入ってます。大きな豚がね、入ってますんでね、これね、絶対お得です。はい、以上です。ありがとうございます。